い、始まりました。ティーチャーマトの X チューブでございます。今日は初回なんですけど、実は企画というよりは、今回は事務連絡のみという回なんですけども、まあ、これはね、しとかないといけないんで、一応しておきますけれども、申し遅れまして、私が、ティーチャーマトこと、予備高校出身科のヤマト X スターでございます。よろしくお願いしますということなんですけども、いつもね、実は1年半ぐらい前からラジオをやってまして、ラジオ番組2つ私の冠番組がありまして、八王子 FM で、毎週火曜日の夜の8時40分からティーチャーヤマトの X ラジオ、あと日曜日の、夕方4時から池袋 FM というところでティーチャーヤマトの日曜 X トークという2つやっております。で、この2つに関しては今もずっと継続中で毎週聞けます、オンエアされてますけども、それのですね、アーカイブと、あと1週間以上前に出る予告編ですね、そいつらを YouTube で、この1年以上上げておりまして、で、それは私のこのチャンネルティーチャーヤマトとは別にティーチャーヤマトラジオっていうそのサブチャンネルがありまして、そちらの方でずっと上げてました。で、実はこの2020年の2月なんですけども、今、2020年の2月からその全てのアーカイブと予告編を今後はですね、こちらのチャンネルに上げるということになりましたという報告でございます。まあ以上ということなんですけども、ちなみに前のそのティーチャーヤマトラジオの方のね、昔のアーカイブとか、まあ予告って言ってももうアーカイブが出てるから意味ないんですけども、そういうまあ動画に関しては今も上がっておりますけども、実はそれらがまあほとんど動画がなくて、まあ音声、まあラジオなんでね、を中心にしたものだったんですけれども、まあそれをちょっと動画化しようということでね、動画の形に、ラジオがなってきました。で、それに伴って、どちらのチャンネルでやるかという話になりまして、で、こちらのチャンネルでということに、大まか決まったのが実は2月の、初めでございまして、なので2月の第1週のね、両方ともの番組の予告編、2月2日のティーチャーヤマトの日曜 X トークと2月4日のティーチャーヤマトの X ラジオの予告編に関してはすでに1月の、最終週にそちらのチャンネルに上がってますんで、こちらでは流さないという流れで行こうと思ったんですけども、まあ気持ち悪いんでね、その1週分だけなくて後のやつが全部こっちっていうのはなんか気持ち悪いからということで、すでにティーチャーヤマトラジオの方で流している予告編についてもこれから今からですね、ここから流そうと思いますんで、重複するかと思うんですけども、どうぞお聞きくださいと。まずはですね、ティーチャーヤマトの日音 X トーク2月2日分の予告編です。どうぞ。謝らないのよ、うん、で俺も謝ってって言われてから謝られるのは嫌いやねん。謝ってって言われて謝られてもさ、当たり前やないか。優しくなったんです。うん、ないぞ。そう、それでなったらね、でもなんか雑巾みたいなのこう手拭きみたいなの持ちながら机をシュンシュンってこうやってきてさ、お前それお前の足かそれはっていう尻尾かみたいな感じやねんけど、まあそれで来るわけよ。ほんでとりあえずまあそれ、はい、続きまして、ティーチャーヤマトの X ラジオ2月4日分予告編です。どうぞ。ブワー走ってきて、うん、バーンって開けよったのよ。はいはいはい、もう明らかに言ってるやつなんですよ。あーほんで手を入れてあーって言い出したのよ、うんこれはほとんどの人がもう相手しないで変なやつやと思ってほっとくやん、うん、で周りはもうね気づいてるんですよ、うん、俺の隣とかのおばあさんは、うん、で、あ、これ両方ともおかしいやつやみたいに思われてるんですよグランドキャニオンにちょこっと寄った時にね、うんうん、でグランドキャニオン の中を回ってる無料バスっていうのがあって、うん、それ乗ってたんですよ。すごいですねグランドキャニオン、さらっと言いますけど、うん、ガーンって踏み寄ったの。ほう、踏んだ踏んだの、うん、はぁ、あ、はい、いかがでしたでしょうかと。まあ、両方ともね、もうすぐオンエアになるんですけども、オンエアの詳細等はこちらの概要欄等にもありますけれども、八王子 FM、池袋 FM とも、東京ではもちろん、そのエリアでは電波で聞けますけれども、全国、全世界で、聞けますんで、そのやり方もここに書いてありますんで、そちらの方を参照にしてくださいと。参考してくださいということでございまして、
この番組は TJ ヤマトの X チューブ。またね。